あの、それ見ない青い。青いなんかインクみたいなの使ってたんで。へぇー、詳しい。あれでしょ、多分モデリングが青い時あるのってあれの名残じゃない。俺は勝手にそう思ってるよ。モデリングで青い時、あの表裏の表示、そう。ああ、そういうこと。描写、描写書き写す、描写もその目の前に起こってることを細かく同じように写すから描写。写生、なるほど。難しい。先月じゃないよね。うん、日本語言わなすぎる。そういう微妙に先月。これ難しいよね。なぜにたまに変わるやつあるし。時々とか久々とか点々つくからさ。まあ、連絡は結構めんどくさいっすね。月、月、月、月でいいよね。月ですね。変わるもの、変わらないものも。先々月って英語でなんて言うんですか？Two months later. Later じゃない。A month before last. Last month でもありそうけど。あ、いや、2 months 後か。2 months 後か。2 months 後か。そうか。先月はラストマンスで、先々月は前前の月。そう。ああ、二つ前だから。だからほら見て、人、人。ほら。なかなかは大丈夫し、そうそうも大丈夫し、そうそう、先々月は大丈夫し。近々。時、時、なんでどうになるの？あの、連絡って言います、連絡。さまざまとか。なんでそうなるかっていうと難しいけど、そうなるんですよ、ね、濁点がつくやつはこういう法則性があるって分かったら楽なのにね。俺らも分かんない。単語がくっついた時に濁る。例えば風と車がくっついて風車とかってなるのは確か。なんかさ、でもさ、そのさっきのさ、そう来て早々とかの早々は想像にはならないじゃん。違う、なんなんすかね。違う。先々月が先々だしな。そう、作業だったら違うかなとか思ったけど、そういうこともなかったしな。考えてもわかんねえな。どこに違いがあるんだ。マッチ。なんかそれ書いてあるテキスト持ってるな、私。どこにあったんだろうな。うん。仕方？仕方ないの仕方ですね。不満足でいいのか。仕方は How to もありますね。ああ、何々する方法的な。する方法。ウェイ。ウェイ。パリピがおるな。仕方ない。仕方ないと仕方がないの違いあるの？ないです。それはないと思います。あのどっちにしろ No way。No way の。ああ、そうか。日本語で言うと、英語で言うと No way なので。やり方がないっていうことなので、いや、No way イコール結構ですっていうもあるし、あ、いや、やりたくないですみたいな、 No way ってっていう言い方あるし、 No other way なら、やったー、もったいね、 No other way の方が近いかも。そう、そんな感じっすよ。これが吐きたいが必死で、なんてめんどくさいんでしょうか。おっち、下、待って、町だよね、町。町。これ、しゃー、これ、ボーイ。白湯やってきたら、酔いが冷めてきた。なんだ、酒飲んでたの？酒飲んでた。ダメだよ。お酒は人を滅ぼすよ。今更じゃない？もう飲んじゃったよ。じゃあ、滅ぼされたよ。滅ぼされたか。お前はもう滅びた。人々、way of doing。さよなら。でいいのかな。メソッドでいいのか。Everybody。Everybody。People。シュとか、ヌシとか。シュ。ういらないです。そういう微妙にわからないのに、シュ、シュ。じゃあ、ごめん。シュ。ちょっと待って。漢字。シューとシューの発音とか
お願い。シュ。あれ。お願い。誰か。シュ。これ。伸ばす。なるほど。シュだと伸ばします。なるほど。頑張ろう。難しそう。よっか。キーボード変わらないと本当にこれめんどくせえじゃん。よっか。いや、本当日本語なんか日本語、日本でしか使えないのに。美白にする言葉は三百、四百になるのは何？三百だけ。いや、三百、五百、六百、七百、八百、九百。でも美白するは3だけ ?3 だけです。じゃあ、なんで400覚えてるじゃん ?400 か。まあ、通じるけど、あれだよね。まあ、より良い、まあ、通じないじゃないから、求めるなら勉強においては。500、400。もう日本語の難解さでよく言われるのこれですよね。もう日本産。もう数の数え方違えからな。小学1年生の時にもうやめてくれって思ったもん。ボンとかポンとかポンとか。だよ。本当に思ったからね。ふざけんなよって思いながら。日本に住んでるこの場合か。ほっといたら覚えるんですかね。生まれる。太陽。太陽。太陽です。だです。太陽ですね。で何？何かを代わりに使うこと。バターがないからマーガリンを代わりに使うとか。サブスティテューチじゃん。サブスティテューチ。スペルも違った？サブスティテューションか。あ、サブスティテューション。そんな感じだと思う。すげえな。代用。今、いい説明ができた気がする。Found. Mustache. 日本語が分かってない人に日本語を教えるのはすごい難しいんですよね、やっぱり。こっちが分かってる分、何が分からんかが分からん。違いますね。私割と仕事そこら辺なんで。入るですね、入る。入る。入る。うるさいな。何も言ってないよ。どうしたの、ゆうきくん。お、今笑ったやつがいるな。ははーん。は、どうしたの、ゆうきくん。急に。急に怖いですよ。ちょっとわかんない、ちょっと発作が起きた。やばいじゃん、病院行く？行く。入る。AGA の To grow でいいのかな To grow、まあそうですね。まあでもなんかグローっていうよりもさ、よく入る。なんかさ、そのない状態から草入る覚えよう。出現する草入る発生するとかそういう感じのニュアンスに近いですよね。育つっていう感じではないよね。育てると入るの違いは、育てるっていうのは自分が世話をする、なんか子供とかを育てる。で、育つっていうとその草が伸びたり子供が成長したりそういうこと。ポテト育てるとか言えないの？ん？なんか野菜を育てるとか言います。ああ、そうですね。野菜を育てる。野菜が育つ。さっき。生える。でもこの育てても、その言い方としてすくすくと育ったよみたいな言い方もあるんですよね。野菜の場合なら、育てると生えるわ。育てる。あと生えるっていうのは、どうやって変わるの？生えるっていうのは、種から芽が出る。土からこう。顔を出したときに生えたっていう。そこから育てるになる。で、そこから、人が育てる。もしくは、なんか、じゃがいもが育つみたいな。その、野菜から見るか、自分から見るかで言葉が変わるんですよ。はい、から見る。セレナーデ勇気はわしが育てた。生まれる。自分が。生まれる。自分が育てたいと思う。自分がこれを大きくしたいと思ったら育てます。なるほど。でも、例えば庭に勝手に生えてくるとか、自分が
お世話をしていないのに大きくなったら生える。なるほど。生まれる、埋める、生まれる、産む。あ、こんばんは。僕はね、ゆうとり、こんばんは。ゆうとり、help me wake up bro buddy help me 生まれる、生まれるで英語意味なら to born、 be born、 うん、to be born か to give birth の方は何だっけ、産む、産むは、うん、生まれるは to be born で、産む is to give birth, right? Birth. Pardon? 生まれる is to be born. The action of...、ん? Yes. 生まれるは子供が生まれるって。The baby そう。 is born.But yeah,、right. 産む is the mother is giving birth? Yeah, right. そうね。今すぐ。Immediately? Immediately でいいのかな? Immediately です。あー、立っちゃった。あー、これは斜めにしてなかった弊害だったな。まだある。草、完全に今あれでした。草と車でよく間違ってるけど、草と車形似てるね、ちょっと。そう、ああ確かに、知らないで見たら多分似てると思うと思う思う思う。草の上の横棒を引いて縦にちょんちょんって短く引いてるのあるじゃないですか。そう、でも一瞬で見える、なんか1秒で見るで消えると、あれどっちだっけになるわ。草冠自体は多分分かってるんですよね、フラワーの部署自体は。ほ、天才じゃん。今俺のこと褒めてくれた？え、褒めなくていいの？俺のこと褒めて、もっと褒めて。偉いぞ、偉い偉い偉い。テンションが低かった。棒読みちゃんにも抑揚ってあったんだな。そりゃあ、あかねちゃんにも抑揚あるくらいだからある。あかねちゃんはよく言われるでしょ。高級品なんだが。そう。せやな。1万5000円くらいするからな。もう、高い女が。不足。1万5000円で一生喋ってくれるんだよ。でも宝。grass。草。草。grass。glass。glass。grass。gl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 ass。ラ、ラ、ラ。グラス、グラス、難しい、慣れない発声だから。そう、それ、それね、グラス、どっちがどっちなんだろうって分かんなくなるよく。クラップ、クラップ。出たな、クラッピングクラップ。私らが食べてるのはライスではない。ライス。ライス。怖い英語で分かんねえよ。ライスのライス。歌詞にひたすら。Clap your hand って書いてある曲が日本であったらしいんだよ。だよね、よくある、よくある、よく見る、よく聞く。あのクラピスが出てこなかった。よくある、よく見る、マジで。なんか、うん、これなんか仕方ないけどちょっと意味違うね。うーん、やばいよね。タイマー2回、なんかタイマー2回逃しちゃった。うん、あ、R だと意味が、やばいね。拍手、これか。クラップで見たらクソって書いてあるんだけど。そうだよ。お手手にうんちを。あ、やめろよ。だね。金玉とかうんちとか小学生かよ。おめえの手うんちついてんじゃんになるじゃん、クラップヨハンドって。手にうんこして。最悪だわ。ひどすぎる。日本人みんなうんち好きだな、本当に。小学生だよそれは。ここで盛り上がってる時点で小学生だけじゃないことはわかるよ俺にも。頭の中は小学生だから。みんな3歳児。面白いじゃん、拍手がさ、うんこになっちゃうの楽しいじゃん。でも選挙と勃起もほとんど似てるよ。え、そうなん、やばくない？エレクションとエレクションね、うん、あ、それか。変えたくねえ。いや、わかるはわかるけど、
まあ、分かったらそれはいいよ。万人。万人。万人。Everybody? Everybody. Everybody でいいのか。Everybody. All the people. クラスや。手にうんちしてそう。ね、今気づいたけど、うんちの最後のところで丸書いてるみんなが最後はどれって全部バラ開けてるのが面白いね。うんこかうんちかうんぴとか。うん、いろいろあるよね、呼び方。いろいろ言い方、みんな好きだから。ね、うん丸って書いてあったらどれで呼ぶかわかんないから。昔ね、うんぴ、うんにょ、うんち、うんごっていうね、絵本があった。知ってる。何それ。なんかいろんなうんちの解説がね、載ってる。幼稚園時代史大爆笑の。なんだっけ、アイスランドだっけ、アイスランドかグリーンランドで、なんか、チンコのミュージアムあるらしいですよ。それ多分日本にもある。秘宝館みたいなやつ。まあ、動物についてもにもあるし。おちんちん、おちんちんアイランド、おちんちんランド開園。あるらしいじゃないの？いるの？絶対にありそうやな、日本で。日本の中でそういう遊園地。遊園地はないけど、秘宝館はあるよ。あるある。あのね、おちんちんランドってあるのよ、日本に。おちんちんだよね。おちんちんだよね。あるよね、と思って。あのね、ツイッター上に存在してるんだけど、おちんちんランドっていうのが。絶対にあるわ。開幕すると同時に閉園する謎の。そう。上がる。上がる。10月。変わらないと。やれるとライズも難しいもんな。100。おうじ。おうじ。じ。おうじ。じ。正解。Car for things most to。まあ、モスバーガー食べたいな。ライズかな。ライズ。ライズ。あのね。ライズとレイズが難しい。ああ、そう、レイズ、ライズ。レイズとライズは文章中の流れでわかんない。なんかさ、横たえるとさ、横たえるとさ、嘘をつくでさ、またなんか変わるんですよ、いろいろ。Raise your hand at rising sun で永遠に覚えてた。Rise は多分、なんか、もの、なんだろう。Rise の場合なら、Raise か。Raise の場合はなんか、誰かやる。Rise なら適当にやる。なんかさっきの、もなんか急にやる。育てると生えるも同じ。適当にやるか、自分でやるか。ああ、上がるはお父さんが勝手にやって上がるで、自分がやったら上げる。これ何？これ空。空。空か空か。空。音読みだから空じゃない？空。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 伸ばしてるんでうがつきます。空気の空。そう。そう。正解です。素晴らしい。なるほど。何もないって意味もあるらしいですけど。うん。上がる上げる下がる下げるとかってさ、その自動詞と他動詞の概念って英語にありますよね、多分。ありますね。ただその、どっちをどっちで言うかがわからないという問題はね、多分一生解決しない。僕もわかんない。英語ですけど、はいどうぞ。あ、それちょっと見たい。トランジティブバーブとイントランジティブバーブ。なんとか動詞となんとか動詞だから多分自動詞と他動詞の話なんだろうなということはわかる。トランジティブバーブの場合は、重いよ。物がいないとどういう、何についてに意味わからなくなる。コーヒーを持ってくださいとか。ブリングはトランジティブバーブだから、プリーズブリングだけで止まると ブリング何が欲しいですかってなるわ。何をおっていうところなんですよね。わをのをで何を飲み物って言ったら何をって聞かれるんで、
私が風邪をひいた。そう、ひいただけだと。私が、私ひいたって何がひいた？そう、何をひいたって、その、をっていう一文字がすごい重要で。彼女、レインボー大好きって。彼女大好きって何が大好きになるの？何を好きなの？で、イントランジティブバーブの場合は、それだけで終わるなら、それはそれでいい。彼らジャンプした、犬走った、彼女を歌った、光が光った、テクニックだけど。今日も光ってんね。セレユはシャイニング。それとこのイントランジティブバーブはそのままで使うこともできるし、歌え、走れ。日本語は結構、まあ、英語もだけど両方持ってる単語もあるし、どっちか片方だけのもある。それは英語も一緒。それとイントランジティブのみの動詞もありますので。例えば、アライブと死ぬ。激早。それと、ね、両方もあるけど。使い方で両方もある。世界更新。ただ、録画をした記憶がない。あ、確認しよう。Nice to meet you. Nice to meet you. Andrew? Andrew? そこまでアンデュー。これ俺のボケだから。これ俺のネタだから。あなたは？いや、お会いできて嬉しいです。あなたは？ヤンデレみたいな。怖すぎる。なんで聞いてきたの、こいつ。センターシャー。ユウト君とゲームやってる配信の時に偶然言っちゃって、なんかやべえな俺って思ったやつ。あったね、そんなこと。どうりで聞いたことがあるわけだ。コアラ五六じゃん。俺の枠で出たやつだ。そう。この感じなんだっけ？カグ？コーナー。ミニコーナー。コーナー。角。角？読み方。角かな。角。グ？角。かく。く。それで角とかもあるから、かく。かく。く。伸ばさないです。ぐ。なんだ。グリーのがかく。かくになった。難しいな。これについてどうやって、なんか、これの言える言葉は。これに言える言葉。かく、かく、かくで話。うん、いや俺めっちゃ焦った。書くなんだろう。書く。そんな使わないよな。書くだけで使うもしかして。三角形とか。あ、三角形。Where is containing this? 四角形とか、トライアングル。スモ？スクエア。スモは関係ない。相撲のことも一応書くって呼ぶんですけど、これはね、あんまりよ、あんまりね、使われることはないかな。あのね、今知った。何を？それ？相撲を書くっていうの。あの、広角化って言うんですよ、相撲好きな人たちのことを。へぇ、角部屋とか、相撲部屋のとか。角部屋はなんか、角とか。もともと角に力と書いて相撲って読んでたんで、多分今も相撲で変換したら出ると思うんですよ、角に力で。そうなんだ。とにかく？あ、パンチでかけるなら。あ、本当だ。まあそうね。とにかくは、使うは使うけど、あんまり漢字では表記しないかな。性格？あ、マチカードとか。でも、格で覚えるとなると難しいですよね。うん、方角？方角。方角。ノース、サウス、ウエスト。なんでとかくいっぱいあんの？角。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 え、角？角。角もね。ほう。同じ字なんだよね。三角形の角で覚えましょう。うん。三角形。多角的。
角質な。角質もいらないな。よかった。安心した今。まあ三角、三角になるかな。三角。そんなこんなで私、明日大学行かなきゃいけないらしいんで寝ます。お疲れ様です。2月中旬に大学に行きます。気をつけてくださいね、マジで。半年、道覚えてない気がする。それはやばいな。携帯で調べてってね。携帯で大学名入れてかなきゃ。大学名入れられてるから。これサマじゃねえ、なんだっけ。生か。これ生か。生。なんか学費払ってるのに大学一切行けないのもなんか悲しいな。でもこうやって夜中までお話できるんでオンラインがいいです。あ、ね、なんだっけこれ。でも今日はダメなんでしょ。今日はダメだから今日は寝ないと。だからキャンかな。あそうだ、大事に寝てくださいね。あーリップリング。私明日いや大丈夫です。あのゲーム買えない気がする。えなんだっけ。あーはいはいはい、フォールガイズ。そう、リングフィット当たったんで。あ、めでたい。これはリングフィットを買おう。そう、なんで、あ、誰か入った。お金がなくなる気がします。こんばんは。こんばんは。やっぱリングフィット売りましょう、そしたら。え、やだ。あの、1万3000円ぐらいでメルカリで。転売するんじゃないよ。うん、おい。た。た。いやー、たばっかり言わない。やってみたいなぁ。たか2つあって。全然な学生に。その呼び方はどうなの？推奨するんじゃない。ごめん、誰か呼び方を教えて。た、た、た、いや、多数のたですね。多数決。意味やったら、意味多い目に、そう目に多いの、多いのやつ多い much many a lot 多い。あー、言ってくれると思った。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。目に休み。休み。アックス。ちなみに、アミさんには申し訳ないが、俺は世界を出すぞ。でも、世界出してもそれ録画してないんだ。漢字の方は何？漢字の読み方。録画してなかった。録画してるんだけど、多い？してるわ。してる。してる。タです。タ。このままでタで呼ぶ？そのままでタです。タでいっぱい作ってる漢字はタで呼ぶ。なんか、なんか、おかしい。そもそもこの多いの成り立ちがカタカナのタなのかっていうのがよくわかんないんだな。どうやってターが多いになってる教えて、誰か。そもそも成り立ちかカタカナとひらがなは漢字から来てるので。キュー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 シーシー。基本的には漢字全体を崩したのがひらがなで、漢字の一部を取ってきたのがカタカナなので。そうね。これ仕方の C か。含めてクソめんどくさいし、そうだね。考えるのが。クラップ。それどっち？うんちの方？うんちの方。うんちの方か。なんで？なんで？え？ちょっと。いや、クソめんどくさいって言ったから。White？ 白？ 100？これはあ100じゃなくて、あそう100かな。あ、なるほど。あそ100はこの5か。そう。ラストステージでござるわよ。そうでござるか。世界記録チャンスわよ。世界記録チャンスわよ。チャンスわよ。わよ。わよ、折衷。ええんちゃいます。いやまだ怖い。一瞬かなんでだよ。シャークシー。Second generation。右。口の上。口の上のやつは右で。そう。水。ヘッド。うんこ。正解。これいけそうだな、セリー。記録わずかでうんこが入ってくるの。やった。いや、さっきごめんなさい。でもさ、もうずっとうんちの話してる。いや、ごめん。3、4言ってるからね。うんちの話、ごめん、ごめん。キンタマの話もしたよ。ごめん、ごめん。
いや、ゆうきくんと俺でもさっきすでにうんちって言ってるから。そう。うん。いや、ブッシュの名前だからね、ブッシュの名前。そう、プープ。これ、ストーンか。ストーンですね。Right. And... ストーン。で、石と右の分け方。はい。あ、スタンプ。一斉。まだ参る。上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 う？う。上う。シェルフィッシュ。シェルフィッシュ。ストーン。あ、4000。なんだっけこれ、このブッシュなんだっけ名前覚えてね。スライドじゃないな、スプーン。スライドじゃねえ。日本人が一番書くの苦手なブッシュだ、うん、スクーターか。スクーター、確かにスクーターっぽい。これ白、白タケノコ。タケノコ好き。やっぱタケノコなんだよな。あ、タケノコニョッキッキ。1ニョッキッキ。あはははよし1でかぶる。よし、じゃない、なんだっけ、矢か、弓と矢違うか、そうか。ファイツ。ミーツ。この前思ったんだけどさ、生じゃない、生か。メンマのことさ、割り箸っていうボケあるじゃん。うん、メンマは割り箸だよ。もういいよだろ、ね、あのさ、それでなんか最近さ、コンビニのさ、割り箸見たらさ、資源循環の早い竹を使用していますって書いてあってさ、うん、メンマじゃん。メンマやなって思って。これ何？これ、谷？谷がやったかバレー。ミーニングだから。じゃないかな。よし、世界今セリフ偉かったね。バレー。ちゃんと考えたからね。ちゃんと考えたから。今右選んでたら詰んでた。今上の棒を。ちなみに戻せるんでね、余裕でね。ああ、そっか。よーし、録画終了。